なんだあれ。いや、とりあえず車もらおう。もらうか。こんにちは。どれだ、運転手か。おおおおおお、なんかぬるんと。おいしょっと。まあとりあえずこの山を越えれれば着くな、おそらくは。ああ、 2.8 キロの方か。なんだあのマック。あ、待って待って、ヘリが来た、ヘリが来た、落とせ。落とすか、落とすか。あ、落ちない。バイバーイ。はい。なんだあいつら。全然目的地に着かないな、これは。そして、なんか向こうのあの謎のアイコンを放ってるトラックはなんだあれ。ああ、武器輸送車かな。なんだろう、武器じゃないのかな、これ。ちょっと違うかも。あの兵士ちょこまくうざいな。てい、あ、てい。よし。全然当たんねえよ。どっちが先に当てれるかゲームじゃないんだぞ。なんかトラック襲ったら物資とかもらえるらしいけど。じゃあまさしくあのトラックが、多分このまままっすぐ行ったらあのトラックに追いつくよ。ただあのトラックをねぶっ壊したらいかんからね。タイヤ全部パンクさせればいい。じゃあ後方と前方の車両やっちまえ。あ、固まった。ええ、嘘。治ったほら、このえ待って、何これ、なんか消えてる。トラックどこ行った。今怪奇現象起きたんだけど。いや、トラックの先っぽすら残ってないっていうか、何これ。まあ、とりあえず敵を片付け。何もトラックさ、めっちゃ、いや、わかるよ。ゆらゆらして、いや、てか、ゆらゆらしてるっていうか、俺の場合はすでにもうトラックの原型がなかったっていうか。あ、最初からなかった。え、俺はなかった。え、俺あれだ、子供向けアニメーションのなんかトラックみたいなこと。いや、しゃ、めっちゃ車両来るやん。いや、なんかめっちゃ左右に楽しそうに揺れながら消えたんだよね、俺。とりあえずチェック。おお、なんだ、もう飛び出し。え、トラック、まだいるよ。え、これどれがトラック、これか。あ、いて、誰がクソ野郎じゃん。クソ野郎。え、回収できるんだけど。あ、回収できた。あ、できんの。何、俺たちは今何を回収したの、これ。本当だ、スナイパーパーツ。トラックの身に一体何が。もう分かんない。奥にさあいるんだよ、なんか 400m ってそっから全然呼ぶのはないだろ。あ、ヘリ来た。あれ、あのヘリ、あ、落ちた。なんかいるよ、なんかいるよ。怖せ。いや、ちょっとキリがないな。応援呼んでくるやつだね。いや、買って、これマジ買って。パーツよこせ。おお、もう早いとこ離れましょう。あ、また車両来てるもん。ちょっとさすがに。いやバカ野郎。勝てえな、満席じゃねえか。よし、はい、あ、やばい、早く、あれ、待って、
危な危な危なお前危なあ、常に回しとかに弾出てこねえや。あ、もう嫌。やばかった。あ、あの上だ。待って、これ道路はどうなってんだこれ。わかんない。道路がないみたいこれ。ああ、スッキリと。行けるところまで登ってみよう。うん。馬力を信じるのだ。何これ、氷河みたいな。すぐそこだ。よし、やっと着いた。あ、ここなら 250m チャレンジができるんじゃないのか。まあ、250m チャレンジも結構だけど、まずは偵察だ。待って、感度爆上がりしてる、やばい。よしよし。まあ、ここでさらにイアンブレイクに関する情報を手にするのかもしんないし、ここにもうブレイクいるのかもしんないし、ただパッと見すごくいそう。これぜひともね、偵察グレネードを投げてほしいな。ここね、下からだとあれなんだよね。ああ、全然映んないんだ。いや、ちゃんと地面に着弾してから炎上に偵察って感じ。なるほど。とりあえず通信兵が一人いる。いらんないやつだ。発電機あるやん。いた。ブレイク、この建物だ。この辺に。これどうよ。まあ、近くはいいだろう。待ってよ。ブレイクがあの建物にいるなら、俺、向こうの建物を一直線で目指すわ。あぶな、いい。ここから上登れるかな。スナイパーいいんじゃん。そう、あいつ、倒せる？あ、隠れてる。見えない。まだモヤがあるな。あるね。あ、この建物の中かな。あ、いた。あ、あれ迫撃砲か。あ、いた。おお、重装備いる、この建物の中。無視してる。マジかよ。あ、動くな敵。ドローンもいるじゃん。ここさ、全然狙えねえな敵。いや、もう敵を無視してこの建物に侵入できりゃ、まあ確かに、いい感じする。ただこの建物もまだ敵がいるな。あ、裏口がある。おセーフセーフセーフ。え、このモヤはどれだ。あ、こいつが重装備。あ、その建物をもう出た方がいいと思う。死体があります。なるほど。いや、ヘッショ2回で死ぬから、ね、いけるいける。ここはとりあえずブレイクの、はいはいはい、オッケーオッケー、ナイスナイス。ブレイク。そこ。ああ、門番見るじゃん、もうびっくりした。ああ、俺横の入り口があったからそこから入ってる。門番倒していいかな。これね、建物のどっかの階に敵が一人いるっぽいんだが、見つかんない。あ、というか、あのブレイクのオフィスっぽいところはあった。ちょっとスルーして。うん、このスナイパーや。スナイパーなんでこっち向いてんの。外見ろよ。外見ろよ。どうも。この場所を知らないんだ。お、ここへ行けば探し物が見つかる。紫ハンドガン。よかった。ありがとう。いいな、紫ハンドガン。最上、まあ屋上のクレートにあった。
そこに敵がいるのか。ちょっと殺されかけたけどブレイク確保。キモい。俺のことを監視してたなら俺の狙いも分かるな。質問を繰り返すつもりはないぞ。分かった分かった。ドローン制御プログラムは生体認証でロックされてる。どこにある？基地の反対側だ。私を向こうまで引きずっていけると思うなよ。行くぞ。モニターにか。何？こいつを護衛するだと？は？待って、ヘリが来た。ヘリが来た。え、すでに警戒してんの、あのヘリ。冗談だろ。マジか。で、護衛って。うわ、向こうまで連れてかないといけないんだ、これ。あの、180m って、大体。っていうか、待って、俺、イアンブレイクを一回手放すという選択肢がないんだけどさ。これノックアウトしたらダメだよな。護衛なんだもん。一心同体だよ。なんでお前と一心同体になんないっけ。で、せめてハンドガンは強いものにしよう。え、ちょっとじゃあ敵のお片付けをあなたに一任することになるよ、これは。ほう。ちょっとそれとも試しにノックアウトしてみていい？どうぞ。ああ、死んじゃいないわ。じゃあさ、とりあえずブレイクそこに置いといてさ、敵減らすか。階段埋まってるけど。いや、ブレイクパス友か。ずっともだけど、ちょっと今いたらね、ちょっと足手まといになるから待ってて、そこで。まずね、通信兵を倒しちゃいたいね。そこにも、そこにモヤがあるな。あ、いた。ここ地形がすごいデコボコしてて、いい感じの距離が取れる敵がいない。それはわかる。ライトが邪魔。通信兵どこ？そこか。あれ、この岩山、よし。見えずれ。あ、これか。なんか新しく手に入れたハンドガン、めちゃくちゃハンドすげえ。ちょっと敵が多すぎる俺の周り。通信兵どこさ、あそこか。通信兵今撃ってもな、バレるんだよな 100%。 どうせバレるなら通信兵を先にやるって。俺ここできればこの上登りたいと思ったんだけどね。あら、なんだ。いや、来てる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 。こいつらやろう。 OK、 はい、はい、OK。 ダニ。で、通信兵が建物の中にいる。まだ完全発見じゃないから増援呼ばれない。船を盗もうとしてる。何早とちりしてんの。何言ってんの。何このめちゃくちゃ弱そうなポジション。めっちゃ弱いよ。だがブレイクはすでにもうね、階段で寝てるんだよ。おねんねんだよな。通信兵が、通信兵、あのアルフはね。ん？あれ？あいつじゃないな。あいつだっけ？ん？通信兵いなくね。あれ？俺殺してたかな、すでに。倒してるじゃん。多分。まあまあまあ。あ、だから電源切ったんだ。
よし、うん、来て、まあ、壊したっていうか、まあ、スナイパー用拡張マガジンでこれ。ああ、マジで？うん。ここね、もう敵が見にくいから、もう、サーマルで、生体を感知する。一瞬今、死体が喋っててびっくりした。なんだ、どこに行った？あ、いた。あ、見にくい。やっぱ見にくい。このまま敵を減らしていくぜ。あ、ここにいるのか。人物名かな、どっちだ。何でもいい。よし。殲滅完了。ナイス。さて、ああ、忘れてた。ブレイクだよ、ブレイク。ブレイクをこっちに連れてくるんで。今寝てもらってる。すげえ、電源装置を切ったことによって、このオフィスも真っ暗になってる。なるほど。ブレイク元気？本当に階段に埋まってる。そう。起きな、起きなさい。あ、あれ？間違った、落としちゃった。かわいそう。おいおいおい。勝手に落ちるな。あ、あれ？何これ？ブレイク担いで走ろうとしたら落としちゃうのか。歩けってか。しゃあないな。おお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 そんな世界じゃないぞ、ここ。いや、割とそんな世界じゃないの。そうか。ここ電気切れてるけど、ここでいいのかい？こっちか。じゃあ。地下か。あ、地下か。人いるけど。なんだこいつら。そいつに敵判定のピン立ってんだけど立ってる。もう暗いな。あ、ここか。よし。待て、取引しよう。今秘密を知ってる。たくさん知ってる。ジェイススケルのことだって知っているんだぞ。制御プログラムにアクセスさせろ。ウォーカーを脅せるネタもあるぞ。プログラムのロックを解除しろ。ああ、わかった。だが野心は持った方がいいぞ。シルバーバック、貴様何のつもりだ。こそこそ覗き回るお前にはうんざりだ、ブレイク。見限られたような。私を助けろ、お願いだ。目的は果たした。かわいそうに。悪
部屋の中置いてきたのに。あ、クレートがある。まあ、シルバーバックってのも、まあ、センティネルの幹部かなんかだろうな。あ、スナイパーだ。お、レベルめっちゃ高いやん、レアリティあれだけど。ダメージ下がるな。俺はどの道今スナイパー持ってないから使わせてもらおう。うん。で、サプレッサーにサイトに、あれ？角間がつかないぞ。あ、それ型違うんじゃねえ。なるほど。まあ、そんなスナイパーに豊富な弾は求めないけど。そう。はい。さて、じゃあとりあえずこれで AI の停止ができたってことで良いでしょう。クロムウェルに報告だい。さ、お話だクロムウェル。プログラムのロックを解除した。ええ、作業はもう始めてる。時間はかかりそうか。大きなプログラムだからね。まあデウス計画で作ってる交響曲とは比べ物にならないけど。すぐ小言を言う。人類を消化させて何が悪いの？人類がそれを望むとは思わないが。なぜそんなことが言えるの？今までもそういうことはあった。世界救済計画には邪魔が入るものだ。どういうつもりだコール。あの小僧には上にコネがあったんだぞ。ここにいるのは世界を良くするためですか、昇進のためですか。身勝手なやつと思っていたが、バカなことしやがって。勝尉は制御不能でした。精神的に不安定で我々にも危機が。黙っている、ノマド。少尉があの民間人を殺してなきゃ二人ともレブンワースで腐ってるぞ。奴が無能なのは知っていたはずです。みんな奴の仕事ぶりには不満を、特権意識ばかりで。無能だからといって殺す理由にならん。ここへは任務のために来ました、将軍。任務を犠牲にして上院議員の父を持つガキに命を懸けろと。口が過ぎるぞ、ウォーカー。ならどうなさいますか。起訴しますか。何に価値があるのか。ここでは正しい行いです。正しいだと。アメリカ陸軍士官を殺すことが正しいことなのか。正しい行いとは役立たずの傍聴官を戦場から追い出すことです。貴様。正しい行いとは特権階級のガキから作戦を守ることであり、中佐は貴様そして立ち上がることです。泣き言を並べるだけの弾もない、目的もない偽善者が上官でも。ウォーカー、やめろ。ノバドの言う通りだ、中佐。ゴーストも無敵ではないんだからな。こんな茶番はもううんざりだ。こんなクソどものために何してんだ。俺たちの苦労には全く無関心で、任務すら理解してねえ。それでも正しいことのためにここにいる。いいか、この指揮系統じゃ選ぶったクソ野郎どもが、お前はこの世のガンだ。ここで正しい行いはできねえ。そろそろ終わったかね。ええ、終わりです。ウォーカーは民間人を犠牲にする上官を批判していたが、今じゃ似たようなもんだ。私はそんなことしない。デウス計画は人類史の終わり、
トランスヒューマニズムの始まりとなるものなんでしょ。おっと、実態がよくわからない。危険な計画に思える。センティネルが手にしたら大変なことになる。だから私たちで守るのよ。デウス計画は極めて健全よ。約束する。ええ、そうでしょうね。納得いかないって言うならあなたも加わりなさい。全部この中に DNA 型のフラッシュメモリー、国会図書館の蔵書だって丸ごと入れられる。頑張って。これからも協力しましょう。時間があるときに来てちょうだい。はい、またいいように使われるわ。まあとりあえずこの AI をエレフォンにいるスケルのとこに持ってきゃいい。でまあウォーカーはファーストトラベル、ウォーカーはあんなことやこんなことでグレましたと。エレフォンに行こう。